星の砂の婚約指輪、フレアのご紹介をいたします。太陽の表面で絡み合う炎をイメージした存在感のある婚約指輪です。ではじっくり見ていきましょう。ですよね、感じがしますね。もうその部分と情熱的な愛とかけられているような気がします。はい。そしてフレームは非常に細めですね。そうなんです。比較的上から見てみるとあの部分細いですよね。細く見えます。そして横から見ると高さはしっかりと、あの厚みはあるので。本当だ、はい、お花のようにも見えますね。そうですよね。可愛らしくも見え、意味合いを聞くととても情熱的な、そんな婚約指輪ですね。はい。これも少しズームで見てみましょうか。はい、はい、本当にお花が咲いたような。そうなんです。そうです。つけてみて遠目で鏡を見てみるとポンとお花が一輪咲いているかのようにも見えるんです。周りのメレダイヤモンドも少し大きめですよね。はい、大きめのメレダイヤが8石周りに埋められてますよね。8石、縁起が良さそう。はい、かわいい。アーム部分も細めでしたけれども、きちんと厚みを持たせて強度もバッチリそうですね。キラッと輝くアームがまたいいですよね。シュッと。意味合いは何でしたっけ？満ち溢れる光です。全面で感じられそうです。感じられますね。本当です。センターのダイヤモンドも、はい、大きめのものも乙女できるんですよね。はい。星の砂は 0.39 カラットまで。はい。出すこともできます。なるほど。こちら何か違うの分かります？なんかピンクですね。そうなんです。星の砂のなでしこエディション太陽のリングになりますので、ピンクサファイアが今4石あ、本当だ、止められています。なんかよりお花に見えますね。そうですね。かわいい。全部ホワイトダイヤは上品で品格もあるような、そんなイメージだったんですが、こちらは少し可愛らしさも加わって。ピンクがお好きな方とかね、うん、いいですよね。いいですよね。形自体はそこまでラブリーではないので、ピンクを入れることで、まあ、女子力というか、はい、こちらでプラスしていただいてもよろしいんじゃないでしょうか。はい、フレアのリング後ろ側ですね。こちらも星窓になっております。表面はお花で、後ろ側が星。はい、これもまた可愛いですね。そうですね。見えないところにもこだわりがあるのが魅力的ですね。フレアは太陽のような存在感のあるデザインでしたね。永遠に変わらないダイヤモンドの輝きと2人の熱い思いを、何年経ってもこの薬指で感じられる、そんな婚約指輪デザインです。